はい、こんばんは、たけしたちです。これもね、楽しい音楽の時間でございます。はい、今日はですね、エリック・クラプトンさんの特徴。Tears in Heaven。これをやりたいと思います。エリック・クラプトンさんは、デニムのシャツなんですが用意できなかったんです。すみません。ちょっと昨日とは、こんなメガネでどうでしょう。どうですか。はい。これでエリック・クラプトン気分を出してですね、こちらのギターを使って Tears in Heaven です。はい。すごいのは、まず英語が聞き取りやすいです。はい、で、日本人が聞いても聞き取りやすい英語なんですね。これすごい重要なことで、聞き取れない英語は聞かなくていいです。だって聞き取れないんだもん。しょうがないですよ、だって。で、僕は基本的にできないことは習えばできるようになるって考え方なんですね。習えばいいじゃんっていう。なんで、英語も習いました。イギリス人の先生に習ったんで、イギリスの英語だと聞き取りやすいです。ヨーロッパの英語も聞き取りやすいです。アメリカの英語は何言ってんだかやっぱりわかりません。そういうもんです。なので、リック・アプトンさんは聞き取りやすく、まあ綺麗と言ったらいいんですかね。発音もね、聞き取りやすいですね。普通にアスクとかね、セイムとかね、普通に言うんで、よく授業なんかでね、フェイマスとかで F をね、フッとか、とか噛むとか言うんですけど、あれは全然やんないですから、普通に日本語と同じようにフェイマスですし、普通にアンドヌヌヌヌヌヌっていう人間のねヌとかヌイエイはイエイでワオワオワオじゃないですか。そこはだからね、共通なところもあれば、意外とルーツはギリシャ語だったりスペイン語だったりすることが多いんで、英語も日本語もね、似てるとこあります。ヌヌなんだなんだとか、んでさ、でさっていうのが、んだ、んだ、んだってなっただけで、だいたい、とうっていうときに、なんとかどうって時に、んだ、んだって言えば通じますから、無理に、あんどうとか、んだ、んだって言わなくても、どうって、なんだ、とう、どうって、どうって言えば、どうっていうだけですから。どうもそうです。どうっていう、どうって、日本語は綺麗だから、どうみたいなね。どうでしょ、動くって書いてどう。だからね、結構似てるんですよ、実は。同じ人間だから。虫とは喋れないじゃないですか。
哺乳類同士だとなんとなく意思通じるでしょ。あーシャ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 とか言ってやると犬もおこーってなるじゃないですかね。なあ褒められて嬉しくない人間もいないし、褒められて嬉しくない犬もでもいない。虫って何が書いてるのか分かんないしよ。あんなもんですよ、ね、結構大丈夫、はい、ということで、今日お届けしたのはね、ティアーズインヘッドでした、はい、またの、次の動画でお会いしましょう、はい、エリック・クラプトン終了です、はい、じゃあまた、チャッシュ。